熊野市紀和町にある丸山千枚田は、保存会が守り続ける地域の宝です。尾鷲漁港は年間およそ200種類近い魚介類が水揚げされます。今回は三重県南部東紀州のごちそうを紹介します。尾鷲漁港。午前6時、漁を終えた漁船が戻り、水揚げされます。魚を即座に選別、種類ごとにカゴに移し替え、競りに備えます。市場には今獲れたばかりの魚が並べられました。春から初夏にかけての初ガツオや秋の戻りガツオ、夏のメイチダイやオニオコゼ、冬のブリなど、一年を通して多彩な魚介類でにぎわいます。7時ちょうど、競りの開始です。2日前にはほとんどなかったカツオがこの日は大量。その日その日に水揚げされたもので、旬を感じられるのも市場の醍醐味です。私たちも市場で買い物を楽しめます。1月を除く毎月第1土曜日、魚市場で開催。尾鷲いただき市。尾鷲でしか買えない、味わえない旬が市場を埋め尽くします。海の恵みを調理してもらうのは、尾鷲市の42号線沿い食事処おふくろの店主、梅谷直樹さんです。地元のもの、旬のもの、お客さんに喜んでもらえるものを提供しています。この日港に上がったカツオ、お造りやたたきがおすすめです。こだわっとるとことしては、その日に獲れた魚を、生きた魚をですね、生きたやつをその日のうちに食べてもらう定置網漁なんですけど、定置網漁っていうのは、その日の朝網を上げて、その生きた魚を市場に持ってきてもらって、それを自分らが求めて、お客さんに食べてもらうっていう。尾鷲の魚は評判がよく、その多くは都会に出荷されます。今ならカツオとか、イサギとかが旬なんですけど、こういう魚が欲しいもんで、置いといてくださいとか、向こうへ送る日っていうのも決まっとるもんで、その出荷の日が、それまでに自分がこう吟味させてもらって、先分けてもらうっていう。熊野市紀和町の丸山千枚田。先人が急峻な斜面に石垣を積み、大小2000枚を超える棚田を築きました。一時期500枚近くまで激減した田んぼを保存会の手によって復活。オーナー制度も取り入れ、今では1340枚を超えるようになりました。千枚田オーナー制度の運営は、熊野市ふるさと振興公社が行っています。オーナーは田植えや稲刈りのほか、地域のイベントなどにも参加しています。毎回稲刈りも来て、でもう去年は来れなかったんですけど、家族みんなでやるっていうイベントで楽しいです。お米ナイスとはいかがですか？美味しいです。このやったことでもいただける分と、あと別で頼んだりして買ってますね。やったー、イモリー。で、1個。
一度も経験したことないし、やっぱりそう体験したいですよね、やっぱりこういったことはね、こう植えてみた感触とか、もう素晴らしいですね、柔らかいし、大変なんですけどもね、うまいことはいかないですけどもね、オタマジャクシもなんか下手やなって寄ってくるんですよねそういったことでね、自然を観察しながら楽しんでます、三重東紀州旬のごちそう町、尾鷲の魚や丸山千枚田のお米だけじゃない、三重東紀州の旬のごちそうをお伝えする冊子を東紀州地域振興公社で発行しました。ご希望の方は東紀州地域振興公社へお問い合わせいただくか、三重東紀州旬のごちそう帳で検索してください。